エラー発生。目的の座標にて該当物件なし。端末の GPS 機能にもエラー発生。バッドステータス、万事休すであると判断。バッチからトレセン学園のトレーナーであることを確認。はじめまして、私の名前はミホノブルボンです。現在バッドステータス、万事休すが発生中。この近辺に新しくできたトレーニング用品店が見当たりません。商店街の方からこの通りをだいたい100メートルと伺ったので歩いてきたのですが、それらしき店舗が周辺に見つかりません。また端末も急なエラーが発生し、地図アプリの展開が困難です。恐れ入ります。すみません、もう少しとは、つまりもう少しとは数値化するとどれほどの距離でしょうか。40ちょっと。認識完了。ありがとうございます。ここから42メートル先ですね。先ほどインプットした情報に42メートルの誤差があったと判明。想定外でしたが、そもそもこれは私のリサーチ不足。エラーログに記録し、再発防止に努めます。それではありがとうございました。大変助かりました。42メートル前進、オペレーション開始。このレース、ミホノブルボンがいるんすね。入学前のレースでも結構いい成績残してませんでした？サイボーグみたいな子よね。グランドで見たことがあるわ。あ、でも確かもう。先頭、ずいぶん飛ばしてますね。噂通り魅力的なスピードだわ。短距離路線はとんでもない大型新人が現れたわね。すごい有望株っすね。他に取られる前にスカウトしなきゃ。ああ、ダメよ。もうあの子、トレーナーついちゃってるの。あの人、やり手のベテラントレーナーじゃないですか。ああ、先越されちゃったな。バリバリの短距離路線で考えてるって、あのトレーナーさん、張り切ってたわよ。800m 通過、残り 1200m、 タイム2分4秒、目標速度より大幅に低下。休息により脈拍、血圧ともに正常値に推移。メンテナンス完了。ありがとうございました。それでは失礼します。はい、激しいスタミナ消耗による一時的な疲労と判断。現在順調に回復中。つまり大丈夫です。残り7分28秒で走行可能範囲内まで回復と解析。呼吸を整えつつ回復を待ちます。
いえ、回復後2000メートルの走行を予定しています。なぜ？しかし私には到達すべき目標があります。クラシック3冠達成です。バリバリの短距離路線で考えてるってあのトレーナーさん張り切ってたわよ。マスターは、マスターのトゥインクルシリーズのデータベースレコードより中長距離の重賞レースにて通算26回の勝利記録を確認しました。私もクラシック三冠用のトレーニングをリクエストします。しかし君はそもそも長い距離には向いていない。自分でも分かっているだろう。確かにデフォルトの適正距離は短距離です。しかしスタミナは努力で補完可能かと。体を壊すリスクもある。ご心配は無用です。幼少期より元トレーナーである父のもとハードトレーニングを重ねてきました。つまり慣れています。はあ、君は短距離でならいいところまで行けるんだぞ。どうしてわざわざ非現実的な提案をするんだと。乗り気でない状態です。以降二度同様のリクエストを行いましたが路線変更のレスポンスはありませんでした。しかし私の最終目標はあくまでクラシック三冠達成。独自のフローチャートから中長距離のトレーニングを行い身体機能をカスタマイズしています。これは中距離以上のレースで1勝以上の結果を捻出しマスターへ路線変更を促す目的があります。7分半が経過。体力走行可能範囲内まで回復。それでは失礼します。1200メートル通過。タイム大幅に遅れあり目標達成のフローチャート展開。スピードアップ必須。ラップタイムですか。了解しました。情報をインプット。体力回復次第測定を開始。しかし了解しました。ステータスをおおらかに変更。焦らずゆっくりトレーニングを開始します。400メートル通過。設定タイム通り目標地点600メートルに更新。ラップタイムを意識。呼吸の安定を確認。自己ベスト更新しました。ステータス喜びへの推移を確認。効果的なアドバイスにより三冠達成へ一歩近づきました。感謝しています。自己ベスト更新。5000円感謝します。体力回復次第対乳酸能力上昇フローへ移行。販路へ移動します。アドバイスを承認。インプット完了。予定変更。販路ダッシュ1本追加。体力回復
ハンドダッシュへ移行します。君がミホノブルボンに勝手に長距離の練習をつけていたトレーナーか。マスター、夜間の自主トレーニングは自己判断で開始したもの、つまりこの方は関係ありません。舞を居合わせていて関係がないわけあるか。大方彼女に同情してトレーニングを見ていたんだろう。三冠の話は私も何度も話を聞いた。だがリスクがあることはさせられない。トレーナーの君なら理解できるはずだ。しかし私の学園の入学目的は三冠達成のみ、目標変更は受け付けることができません。そこまで言うのならもう一度だけ適性を見よう。菊花賞の 3000m、 今すぐ走ってみなさい。了解しました。あなたを納得させてみせます。1600m 通過、ラップタイム正常、残り 1400m。 呼吸の乱れを確認、ペース低下、リズムの保持が困難。諦めてくれ。できないことをしようとするな。君に長い距離は向いていないんだ。不向きなものに挑戦して苦しむのは彼女自身だ。なぜそれがわからない。いや、君と言い合いをしたって拉致が開かないな。ブルボン、君の気持ちはどうなんだ。走ってみて身に染みたろう。私の気持ち、三冠達成だけは変更不可能です。申し訳ありません。お願いしますマスター。そこまで決意が固いのなら好きにしなさい。その代わり私との契約は今日限りで終了だ。承知しました。君がそんなに愚かだったとは。失望したよ、ブルボン。マスターの喪失により戸惑いが発生中。事実として私は夜間トレーニングを重ねてなおまともに 3000m を走り切ることができませんでした。三冠達成は譲れません。しかし私の選択は本当に正しいのでしょうか。一緒に、この眼差し、どこか懐かしい。お父さん、またダメでした。私、お前には確かにスタミナがない。でも頑張り屋だ。だから絶対に大丈夫。大切な夢を一緒に叶えよう。この人はお父さんと似ている。ラップタイム走法を私にカスタマイズしたのはあなたであり、 1600m の記録の伸びはあなたの手腕によるもの。私は今確かにあなたとなら、あるいはと感じています。
つまりこれからどうぞよろしくお願いしますマスター。私は幼少期より意志が希薄であり、他者のリクエストを受けるばかりの少女でした。そんな折、G1 レースで走る三冠馬娘を見ました。そして生まれて初めて、憧れという感情を抱いたのです。お父さん、私、その、三冠馬娘になりたいです。そうか。ブルボンは三冠馬娘になりたいか。武骨な父が珍しく笑顔になって喜んでくれたことをよく覚えています。それなら頑張って目指そう、三冠馬娘を。三冠達成は私の数少ない意志であり、父との大切な夢なのです。以上がマスターには共有すべき事項と判断した現在の私の根幹にあたるデータログです。はい、マスター。美穂のブルボンでクラシック三冠、もったいない。なんで短距離じゃないんですか。種目別競技大会の芝 2000m に参加ですか。ジュニア級最長距離の G1 レース、ホープフルステークスと同距離と認識。命令を受理、了解しました。1600m 通過、残り 400m。 脈拍、呼吸ともに正常範囲内。はい。しかもあの子、確か長いのダメなんすよ。スタミナなくて、2000m も走り切れるのかな。無茶しなきゃいいけどね。担当トレーナーは何を考えてるのかしら。中距離芝 2000m のレースが始まりました。さあ、勝利はどの馬娘がつかみ取るのでしょうか。位置取りに成功、戦闘をキープ、逃げ切りを選択、ラップタイムを意識、呼吸良好。美穂のブルボン落ちないな、マジか。さて、戦闘集団、美穂のブルボンを先頭に第4コーナーを越え最終直線、後続も一気にやってきた。ここだ。ついに先頭を許した美穂のブルボン、残り 100m 食らいつくか。前方1名、後方より2名接近。スタミナ残量残りわずか、肺に刺すような痛み、集中力低下。しかし私は大混戦です。4人の馬娘、誰一人先頭を譲らずゴールに向かって一直線。勝利を手にしたのは美穂のブルボン。美穂のブルボンです。なんだよ、2000m でもいいタイム出すじゃん。やるじゃねえか、美穂のブルボン。これなら中距離路線を狙ってもおかしくないわ。スタミナのない君が 2000m を一着でか。そうか、そうか、君は大した馬娘だ、美穂のブルボン。目標を達成、芝2000メートル、
勝利しました。表情ログより呼吸と情緒の上下が激しいことを確認。原因不明の混乱が生じていると推定。私はただ目的達成のために出走したまで。エモーショナルな先導メソッドは私のデータベースにありません。しかしマスターの提言であれば、あるいは信用に値すると判断します。新たな目標を追加、命令を受理しました。トゥインクルシリーズでの目標、クラシックレース3冠達成および努力の証明。やや困難な道のりを予想、しかし乗り越えるに足る力があると判断。改めまして、これからどうぞよろしくお願いします。おとマスター。10分の小休止を挟み、次のトレーニングに移行します。あの、ミホノブルボンさんだよね。急にごめんね。いつもハードトレーニングしてて頑張ってるなって気になってて。いえ、会話は歓迎します。どうしましたか？もともと短距離だったんだよね。なのに中距離も走れるようになったって、ほんとすごいよ。あなたのその声かけはどういった意味合いを持っていますか？トレーニングの休憩中にそのような声かけをしたということは、何か意味があるのではと推測します。例えば質問、視察、事実確認などが該当しますが、どれがあなたが声かけを行った意味に当てはまりますか？意味？ごめん、大した意味なんかなくて、ただ話してみたくて。せっかくの休憩中にお邪魔しちゃってごめんね。それじゃ。いえ、私は。目的のパラメータが未達成、つまり失敗であるため、その原因と対策を解析しています。より良質な会話を達成するために、独自のデータログより算出した会話における表情、声色、各数値のパラメータです。両親から社会性の向上をオーダーされていますので、私は幼少期より父と共にトレーニングに明け暮れ、結果同年代との交流を逃してきました。そんな中、トレセン学園への入学が決まり、社会性の低さを心配した両親は私に言い聞かせました。トレセン学園ではクラスメート、ひいては友人との交流を大切にしなさいと。確かに取材、ファンとの交流など社会性は必須。ウマ娘に社会性の向上は避けては通れない事項です。両親のオーダーに応えるため、パラメータを作成し、社会性の向上を目標に積極的に会話を行っています。しかし入学時よりパラメータは微減の一途をたどっています。このペースでは目標達成は不可能でしょう。今日は参考文献でインプットしたテクニック、疑問点を質問するを心がけましたが、彼女は立ち去ってしまいました。すみません、言葉の意図が分かりません。私のデータベースにはその言葉についてのナレッジが見つかりません。休憩を20秒オーバーしていました。迅速にトレーニングに戻ります。
社会性の向上のためゲームセンターへ見学に訪れたのですが、入店を躊躇しています。私は機械に触れると高い確率で破壊してしまうのです。店内を視認し、機械の大きさにリスクマネジメントが発動しました。私的な社会見学にご協力いただき感謝します。オーダーを受理しました。今日は楽しむを開始します。じゃんけんポン、負けだ。1勝9敗。マスターの幸福度が急激に低下していることを確認。甘味にはリラックス効果があります。アイスクリームを食べますか？チャララララララ、大成功。コインの大量排出を確認。エラーでしょうか？16000点、やった、怪獣をぶっ飛ばしたわ。マスターのパンチ力は16000点と確認。データログに残します。なお単位は不明。クレーンゲームを一緒にプレイですか？しかしやはり壊れる可能性があります。私は触れることができません。オーダーを受理しました。正確な測定を行い、マスターをフォローします。22センチ、そこでアームを停止してください。私の測定ではその位置でしたら 98% 人形が獲得できると。アームの脆弱性を確認。再計算します。プラン押し出しに変更しました。これであれば 91% の可能性で人形は獲得。アームの押し出し能力を過信していました。再計算します。これであれば 75% の可能性で。非常に困難なミッションであることを認識。申し訳ありません、マスター。アームの強度を把握していなかったことが失敗原因です。ただもう一度チャレンジすれば 70% の確率で成功するかと。命令を受理。人形獲得に最善を尽くします。停止してください。14センチ前進してください。アームで縁まで押し出し、景品落とし口へ落とします。ファイト。本日はありがとうございました。ゲームセンターを実際に体験したことで生じた感覚もあり、理解が深まりました。胸の奥がくすぐられているような、表情筋が自然と緩む感覚。経験にこれらの感覚も加え、世間話としてインプットします。楽しめたですか？なるほど、あれが。しかし二人がかりで人形を取るという非生産的な行動に、なぜ楽しいという感情が生まれたのでしょう。なるほど、ステータス、衝撃を確認。新たな価値観をインプットしました。一見無意味に思える交流にもそうでない場合がある。花火大会に行きませんか？
事前情報によると来場客は平均7万人、露店数は約90店舗、うち遊戯の種類は9パターンです。射的、肩抜き、金魚すくい、ヨーヨー釣り、輪投げ、くじ引き、千本釣り、パンチボックス、スイカ割り、どれにしますか？いえ、好きではありません。嫌いでもありませんが、あえて言うなら普通です。マスターと一緒に楽しい時間を過ごし交流を深めるためです。その私は今まで大抵の交流を無意味と認識していました。しかしその認識は誤りかもしれません。楽しい、これはその感覚を想起させます。トレーニング中、勉学中、意欲が上昇しました。思わぬ効果がこの人形にはあり、ですから交流を経て生まれた楽しいには確かに意味があるのかと。つまり両親が私にオーダーしたことは社会性の向上ではなく、おそらくもう少しその柔らかなものなのです。重厚、5度下へ下げてください。通り過ぎました。もう少し上、そこです。おお、大当たり、うまいね、お姉さん。そうかい、いいコンビじゃないか。あれ、ウマ娘のお姉ちゃん、景品だ、持って帰りな。ありがとうございます。そろそろ花火大会が始まります。花火の見える位置へ移動するべきかと。あれ、ブルボンさん？トレーニングの休憩中にそのような声かけをしたということは何か意味があるのではと推測します。ごめん、大した意味なんかなくて、ただ話してみたくて。せっかくの休憩中にお邪魔しちゃってごめんね。それじゃ。うわー、ブルボンさんもお祭りとか来るんだ。じゃなくて、リフレッシュ中にごめんなさい、びっくりしちゃって。いえ、問題ありません。あなたも花火を見に来たんですか？この花火大会は三尺玉が目玉の花火になっています。私はそれを楽しみにしています。それってどういう意味？意味は特にありません。え？しかし命令を受理しました。もしよろしければ私と一緒に花火を見ませんか？あー、やっぱり花火ってすごいな。一人でも勇気出して見に来てよかったな。ブルボンさんにも会えちゃったし、一緒に花火も。って、ごめん、またどうでもいいことばっかり。あなたは花火が好きなんですか？うん、好き。大きくてキラキラしてて勇気をくれるから。花火でも何でも自分にないものを持ってるのはみんな大好き。だからって言ったら言い訳だけど、時々距離感を間違えて突撃しちゃったりするの。ごめんね、ブルボンさん。なるほど、理解しました。距離感の把握が苦手ということですね。私は得意です。例を挙げると、あなたと私の間には
34センチの距離があります。後方4時の方角にあるかき氷屋からは8メートル24センチ離れています。もしかしてブルボンさんって天然なの？体にメカニックな要素はなく、全て自然由来ですが。うわぁ、天然だ。もしもし、お父さんですか？美穂のブルボンです。今日はオーダー完了の報告のため電話を。いえ、間違えました。これは近況報告です。私に友人ができました。